世界一のトップアイドルになりたい。そのためには今チャンネル登録をこんぐらい増やして、ファンをたくさんつけて、もっと頑張るんだ。もっと頑張ろう。サムネを作ろう。今日の配信はこれだから、これサムネを作ろう。今日の配信でこういうことして、こういうこと頑張ろう。あ、今日の配信ゲームだ。よし、ゲーム前にちゃんとゲームチェックしといて。お前、世界一のトップアイドルになるとか言ってるくせに、今英語を勉強しなくて何をしてるんだと。世界一のトップアイドルはイングリッシュペラペラだよ。みんな目の前のことから逃げて、めちゃめちゃ現実逃避をしていた。それが VTuber 活動なのかなってハジは思う。もしかして酔ってないです。レッドブールをひたすら飲んだ配信前に。いや、はーちゃまの青春を捨てて、VTuber 活動に青春を捧げたんだよ。それで日本に帰ってきて、実はちょっと、活動のやる気がなくなった時期があったんだよ。なんでかっていうとさ、留学生活での唯一の居場所が、ここだったんだよね。でも日本に帰ってきたらさ、ま、家族もいるし、ま、学校入って、友達もできたし、ねえ、もう恵まれすぎてるみたいなね、楽しいってなるよね。だからね、やっぱね、夢のこともね、忘れかけて、今年に入ってさ、一回も言ってこなかったというか、あんまりね、なんか、もう、なんて言うの？もうなんかリアリティマックスだから、あんまぶっちゃけ言えなかったんだけど、はーちゃまさ、今年から大学生になったんだよ。もうはーちゃまさ、いやもう高校生 JK の肩書きのままでいたかったからね。なんかもう幼稚園に行っただとか、幼稚園の友達がとか、もうはーちゃま幼稚園マイナス3歳とかね、もうすべてね、現実逃避をしつつね、知ってるよ。なんだって。まあそんなこんなでね、まあ隠し続けていたんだけどね、まあはーちゃまは大学生なんですね。はーちゃまは大学1年生。後輩です。これからはーちゃまは、もう最強の大学生 VTuber として頑張るわ。え、もうな、もう高校生っていう肩書き強かったんだけどな。はーちゃまさ、まあ、日本帰ってきて大学1年生になり、入学をして、最初の1ヶ月ね、思ったことがあるんだよ。大学生活を過ごしたことによって。なんで、なんか周りの大学生は、こんなに大学終わりにどっか寄ったりとか、休日にどっか遊んだりとか、はーちゃまはなんで、もう大学でもさ、別にはーちゃま VTuber やってるとか言ってるわけでもないからさ、なんでこうやって誰にも何も知られずに大学行きながら VTuber の活動を頑張ってるんだろうって思っちゃったんだよ。同い年の子みたいにもっと遊びたいなとか、思ってしまったんだよな。なんか、はーちゃまがさ、こうやって断片的にさ、周りの大学生を見てさ、そうやってさ、なんか、いいな、みたいな思ってるだけでさ、そのさ、一人一人の大学生もさ、頑張ってることって絶対あると思うんだよ。バイトを頑張ったりとかさ、そう、勉強とかもさ、本当は、コミュ障だし、全然、新しい友達を作るとか、うまくないけど、でも大学からは、自分は変わりたいかな。もっとたくさん話しかけようとか、雰囲気を変えようとか、大学デビューしようとか。それでもね、どうしても比較してしまった。もちろん、周りのフォロメンとかも、なんか、その配信に 100% 時間を注げてて羨ましいなとか、思ったりしたことある。多分ね、みんな、見えてないし、ハーチマも見えてないだけで、裏で何か頑張ってるんだよ、多分みんな。周りの大学生が、ハーチマのね、同じ学校に通ってる大学生が、大学終わって、遊んでたりとか、休日に遊んでたりとか、まあ、青春を謳歌してる中、それでも、ハーチマは、VTuber 活動を頑張って、どんどん差をつけようって思ったんだよ。はーちゃまは、
もう日本一最強の大学生になろうってね。日本一、いや世界一ね、世界一最強の大学生になりたい。母ちゃんの大学の青春も VTuber に捧げたい。もちろん大学も楽しむよ、勉強も頑張るよ。いやでも頑張りたい、 VTuber 活動も。もう英語もダメダメでさ、歌もねあんま自信ないし、ゲームも苦手だけどさ、なんかできることがあるんだよきっと。まあ、いろんな悔しさがあったけど、まあ、やっぱね、世界一のカリスマ大学生になるべくして、あーちゃまこれから頑張っていきたいと思います。はい。